どうも、セナで、ふわっ！セーブデータ2にオンラインセナが、一体これはどういう？いや、前回ですよ。ショップにて弓矢を泥棒してしまいました。一度泥棒すると悪事を働くと、村の人々からセナという名前ではなくて泥棒と呼ばれるらしいんですよ。これから先ずっと。いや、それはまずいでしょと冷や汗をかき、戦慄しましたので、急遽セーブデータ2にセナを作っておきました。同じところまで進めた、本当にほぼ同じところまで進めたセナを用意しました。弓矢を泥棒したセナの世界線は消えたのだ。いや、ほんと出来心だったんですよ。こう、弓矢をピシュッと構えて動くのは僕はいつでも撃てる。サワダめ。生きる！サワダに吠え続けろ！ワン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 がしたかったんですよ。これがしたかっただけなんです。許してください。というわけで、同じところまで進めたセーブデータ2のセナで、これから心機一転頑張っていきましょう。スタート！というわけで前回の続きから砂漠に向かわなければならないんですけれども、砂漠への侵入ルートが今のところ全然分かってないというわけで、ここちょっと怪しいんじゃないかなっていうところをしらみつぶしにアタックしていこうかなと思ってます。はい、というわけで到着しました。僕が怪しいなと思っていたところその1、ここはですね、不思議の森をちょっと奥に行ったところなんですけれども、パワーリストバンドを手に入れたことによってこの岩をどかしてその先に進めると。しかしちょっと一つ懸念が、こう不思議の森が位置するところは、こう砂漠があると思わしきところからこう真逆の位置なんですよね。南東に位置すると言ってましたから、こうマップの右下なんですね。右下にあることは分かっているんですけれども、この不思議の森のこの懸念しているところ、全然違う場所ですが、こう繋がっているのか異次元なのか。宝箱一つ、これいけんの？いや絶対いけないでしょ。やーん、ここからは一応飛べるんですよね。飛べますよね。ここは走ってこうすると飛べる。いや、しかしここはちょっと遠すぎる。次の怪しいところに着きました。ここはですね、前回鍵の穴蔵を行ったところの付近なんですけれども、爆弾を装備しないとこの先の洞窟に入れないみたい。一度起きまして、離れまして、よし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 。さあ、この先は宝箱か。いや、ああん、ちょっと待って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 、はい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 、早く早く早く走って、早く、よし、うわあ、いい仕事するな。この先の宝箱はあるが、おお、とととととこっち、あ、行きます。取れ、あ、え、これ取れるのか、取れるのか、あー取れる、よし。ごまだれ、50ルピーか。50ルピーの洞窟でした。50ルピーの洞窟から抜け出ると、また洞窟があるんですよ。ここも爆弾を使わないと入れないところ。あ、爆弾の数が少なくなってきたな。てか、この、蜂の巣のそばにいる、この、多分刺されたんだろうな。鼻刺されたんだろうな、蜂に。赤いもん、めっちゃ赤いもん。お？妖精の泉？傷と疲れを癒しましょう。あ、なんか、マジックポイントとか付与してくれたりはしないんだ。体力を回復してくれるだけですね。まあ、それだけでもありがたいです。ありがとうございます。ここは妖精の泉でした。この人は？お、セナ、いいもの持ってるだな。うんまい蜂蜜分けてやるから、その、あ、棒切れ！棒切れ！あの、猿からもらった棒切れ！あ、わらしべイベントだ、これ。なるほど。あー、ちょっと待って、断っちゃったみたい。断っちゃったみたい。あげるよ、あげるよ、あげるよ。ごまだれー。何してんの？何してんの？何してんの？どっか行ったんだけど。どっか行ったんだけど。刺されたのかな？残党。というわけで、棒が蜂の巣になった。蜂の巣か！蜂蜜じゃなくて蜂の巣か！なんかよくわからないけど、とりあえずもらっておこう。もらっておこう。あ、この下か。この下に、ああ、そうだ。マーメイドがいたはずなんですよ。このマーメイドの近くに洞窟があったんですね。ここも入ってみましょう。ほらー、絶対ザリガニだと思ったよ。もう間違いない！間違いない！ちょっと！危ない危ない。ザリガニでしょ？ザリガニでしょ？もう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 ！なんなのこのザリガニたち！いけた！こっちいけた！お？豚さんね。豚さん！槍豚さん！ハートゲット！ありがたい。こっちは、ああ、泳げないから、泳げないから。泳げませんからね。あ？いい感じのところにはいけてるんですけれども、こっから右に行けるかどうかだよな。テレフォンがあるけど？テレフォンがあるけど？わしのヒントも、ああ、そうか。変わらないなあ。こっち右に行けたら一番いいんだが。これ草邪魔じゃないのかな？草邪魔じゃない？これ。邪魔じゃないっすか？これ。
え、本当に邪魔じゃないですか？こう草に邪魔してジャンプできないとかって言わないでくださいよ。いける。うわーうわうわ、ちょっと勘弁してよ。草邪魔、あ、爆弾あれば、爆弾あればよかった。爆弾ないよ。絶対爆弾この人から手に入るだろ。絶対そうだろ。間違いない。ああ、そんなところ飛んでいかないで。こっち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 。こっちおいで、こっちおいで。ゾーラの人がさ、絶対これもうこの階段で段差あるのに、そんな段差無視して飛んでくるんだけど、火の玉が。怪しい。早く。こっち来なさい。ゾーラさんと喧嘩してどうするの？やっちゃうよ。ここだ、行け！あー、もう避けられんの？いける。あー、倒しても何も出ないのか。あー、骨折り損だった。普通に買いに行くか。しかし、遠いもんな。おっさん、この前泥棒なんかしちゃってごめんなさい。前の世界線で泥棒なんかしちゃってごめんなさい。普通に今回から買えますから。ありがとう、いつもありがとう。おじちゃんありがとう。10ルピーで買わせていただきやす。爆弾を持って戻ってきました。さてと、いけるのか、向こうへ、うわぁ、絶望だこれ。え、どうしよう。届かない。うわぁ、どうしたらいい？何それ、階段出てきたんだけど。マジでここがマーサの入り江？動物村？え、どっちのこと言ってんの？いや、こっち、右っぽい。いや、下がマーサの入り江。あの、人魚さんがマーサっていう名前なんだったら、マーサの入り江で、この下でマーサの入り江っていうのが合ってるんだったら、こっち多分動物村っていうところなんだろうけれども。全然歩けますね。サメはいるけど。よし。いや、1ルピー。取っておこう。もったいない。さてと、あ、どあ、これはペガサス。ペガサスですね。あ、たよし。よし。あ、こっち抜けたのか。あ、なるほどな。あ、だから動物、あ、いや、これ、痺れるやつでしょ。危ない。これなんかフックショットで、ジロジロジローって向こうに行ったりできないのかな？絶対この岩がなんかフックショットに反応する岩だと思うんだけど。その読みは正しいと思うんだけど、フックショット手に入んのかな？この先。うわ、多分絶対次の獲物フックショットじゃん？はぁ、フックショットだぜ、これ。というわけで、右に進んでいきますが、あ、でもこれ、陸に入れたということは、川を挟んだ陸に入れたということは、砂漠への大きな一歩では？しかしこれ下に行けるか？うわ、何これ遺跡か？オーヤンフィーフィー的なやつ？水の神殿とかでよく見るオーヤンフィーフィー的なやつ？でも岩ぶつけれれば倒せるんでしょ？倒せる。全然倒せる。なんかこれムジュラにいそうじゃない？これなんかムジュラにいそうですよね。ムジュラからの逆輸入か？というわけで、あ、下に行ける。こっちが多分砂漠への道だろうな。こっちに行くしかない。え？さっき遺跡っぽいって言ったところのタイルと似てるんだけど。いやー、これ砂漠じゃなくない？下に、必ずしも下にあるんじゃない？砂漠は。絶対砂漠ではない。お？これなんか、え？もう次の。ちょっと待って、なんかデスタムーアがいる。どうしよう。戦っていいの？あ、なに？槍があるよ。槍が出てきた。なんだろうこれ。え？あれ？手に入れたはずでは？槍手に入れたんですけど。で、こっちデスタムーアいるんですけど。デスタムーアどうなってんの？剣で切れません。剣で切れない。あー、絶対あの槍だったんだ。槍持ってないもん。やめろ。槍持ってないもんで。わー。ここ後にしよう。
あれ、これもしかしてなんですけれども、これ前回、あ、これ遺跡みたいっていうところの道がありましたよね。これちょっと真実味を帯びてきた説なんですけれども、もうそもそも道を間違っていたっていう、道を間違っていたっていう、こっからさらに、あ、こっからさらに、普通に下に行けたという。下に行ける。もうなんでこういうこと気づかんかな。動物村に着くんじゃないか。いやでも砂漠がな、あ、動物の、あ、こっちだ。動物村に入ってきたはいいが、ハート誰か分けてくんねえかな。なんだろう、これウサピョンかな。ウサピョン、ウサピョン、あーあー、こんな日にはやっぱあれだよな、あれ、粉かな。粉あげましょうか、粉あげましょうか。とりあえず民家に入ってみますか。お、広い。これは水飲み場かな。誰もいないか。あ、ウサピョンがいる。でも喋るんだよな、この人。ヤーナ砂漠？南の方に入り口があるけど、ヤーナ砂漠、やった。やっとこの単語が出てきたな。入り口がある。南ね？下ね？あいつが道を塞いじゃっていけないかもな。あー、デスピサロか。絶対デスピサロじゃない？倒せなくない？デスピサロ。下の方行ってみる？南でしょ？あー、こっちこっち。こっちっぽい、こっちっぽい。こっちっぽいっすよ。お！いい感じ、いい感じ。もうそのまま砂漠に行けるのでは？デスピサロ。何これ、お団子、唐揚げ、唐揚げ、何この人、これ人か、人、おう、おう、女の子、女の子、女の子が欲しいの、女の子が今あなたに必要なの、何言ってだ。ヤーナ砂漠入り口、うわあ、塞いでるわ、唐揚げくんが。女の子が欲しいって言ってるんだけれども、女の子っつったってそんなぁ。これちょっと民家で情報を聞いて回ろうや。聞いて回ろうや。聞いて回ろうや。これワニさんか？あ、しまった！え、やばいやばいやばい。粉撒いちゃったよ。セットしたまんまだった。あぶねえ。あ、やばいやばい。どうも。ミーが有名な芸術家、シュール、ドナピッチ、ザンス。ザンス？入り江の人魚像もミーの自信作ザンス？実はあの像、訳ありで未完成なんザンス？ほっほっ。ミーの芸術は難しすぎて、あんたには無理ざんすね。この人は？この人は？この人は？青い。いやん！え、なに？お風呂上がりだったのかな？あ、なんか、バスタオル巻いてるもんね。この壺だけ割って帰ろうか。あ！これもしかして押したりはできないよな。壺の中になんかヒント隠されたりはしないかな。なんもないよな。帰ろう。右に行ってみるか。お？まだまだ民家がある。情報聞いて回ろう。お、ヤギさん。乙女の部屋を訪れる時のエチケットご存知ないの？お花くらいいただければお話しする気にもなるんですけど、ハイビスカスが好きですの、私の場合。お花？花摘めばいいのか。あ、なるほど。あの青い人は お花が欲しかったのか。だからいやんって言ってたのか。どういうこと？あ、ここには誰もいない。そっちなんか右上に爆弾で破壊できそうな道があります。ああ、こっちにも民家がある。やったやった。いいぞ。いい流れだ。うさぎさんにも話を聞こう。最近怪物が増えちゃって、メーベの村に行けなくてさ。はあ、マリンちゃん元気かな。マリンちゃん、マリンちゃん、いや、マリンちゃんは元気ですけど、よく歌歌ってますけど。あ、でかい。クマさん、はいほー。おめえさん、そいつはひょっとすると、え、なに？バナナ？あ、これ蜂の巣か。蜂の巣じゃねえのか。あ、そう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 。ちょうど蜂の巣切らしてたんだ。パイナップルと交換しねえか。いや、でもパイナップル大好き。パイナップル大好き。ごまだれー。蜂の巣をパイナップルと取り替えた。これ結構なんか、あれじゃない、食べ物系で言うと、これはかなり上位互換というか、いい取引だったのでは。酸っぱいけど美味しい。美味しいけど酸っぱい。おうおう、ヤーナ砂漠ね、知ってるぜ。しかも情報までくれるのか。この村の南に入り口があるんだかな？変な奴が道を塞いでんだ。そうなんですよ。あいつは一度寝ちまうとずーっと動かねえしな。そう、マリンちゃん連れてき、マリンちゃん？マリンちゃん連れてくるの？でも来てくれるかな？あの子の歌で起こしちまえよ。びっくり飛び起きるぜ、きっと。マリンちゃん呼びに行こう。マリンちゃん、マリンちゃん、あれ？マリンちゃんいつもここにいたんだけど、マリンちゃんがいなくなってる。あ、家かな？家かな？家にいるんでしょ。やっぱりね、ずっと外にいるわけないもん。ここでしたっけ？あれ？
マリンちゃん、あ、いや、マリンちゃん、え、マリンちゃんちってどこだったっけ？マリンちゃんちってどこだったっけ？ここは違うでしょ？こっちおばあちゃんの家でしょ？こっちウルイダさんでしょ？あら？マリンちゃんの家ってどこだったっけ？こっちショップでしょ？ゲームセンターでしょ？あら？マリンちゃんいないんだけど。え、マジか。マリンちゃんいなかったらどうするんだよ。あ、こっち？あ、行ったことない。ここか？なにここ？ベッドがある。お？なんだ？なんだ？寝ちゃったよ。どこここ？どこここ？埴輪がいる、埴輪がいる。なになになに？なに？こんなとこ行っていいの？こんなとこ行っていいの？やめとこやめとこ今は。四つ子のお母さん知らねえかな？お母さんはいるな？お父さんいないな？どこだろう？マリンちゃんどこだろう？ずっとここにいたのに。あ、誰か知らない？マリンはいつも砂浜へ行って一人で海を見てるんだ。砂浜へ行こう。早く！よしよしよし。あれ？海岸、ここだと思ったんだけど、いないな。いませんね。こっちから先行ったことないんですけど、大丈夫かな？大丈夫かな？え、こんなとこマリンちゃんいる？本当にいるの？うわうわうわ。え？あれタコさん？これマリンちゃん？マリンさん？ああ、違う、サルさんじゃん。宝箱はあります。宝箱はあるけど。え、砂浜、ああ、いた。マリンちゃん探したよ。あら、セナ、ここがよくわかったわね。少し私とお話ししない？いいよ。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうには何もないってタリンは言ってたけれど、きっと何かがあるって私信じてるの。セナを見つけた時、私ドキドキしたわ。この人は海の向こうから何かを告げに来たんだって。私がカモメだったらずっと遠くへ飛んでいくのに。いろんなところへ行って、いろんな人たちと歌うの。風の魚に祈れば、私のお願い叶うのかしら。ねえ、セナ、ちゃんと聞いてる？うん。いつかセナのふるさとに行ってみたいな。なんてね。